ランネットをご覧の皆さん、こんばんは。2023年4月21日金曜日夜9時、ランネットライブの時間が始まりました。今日もランナーズ編集長、ギョボさんと一緒に進めていきます。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。何しろ今日は4月21日、何の日でしょうか。はい、月刊ランナーズの発売日です。発売日でございます。ギョボさんたちのですね、もう、はい、仕事の、全てが集約されました。ここそうですね。今月号は、走る女性は輝いている、はい、とうとう踊っておりますけど、どうですか、編集長の推しは何ですか。まあ、まず表参道ウィメンズラン、はいはいはい、表紙もね、はい、開催されて女性の大会が3月たくさんあったなという、そうですね、ことなので、まあ、そういった華やかな姿を たくさん載せている方だという、なるほどなるほど、ことなんですけど、華やかだけじゃなくて華やかと見せかけておいて、はい、いきなり関東から3時間30分誰もが切れるという、はい、お、それはあの人が言いそうなことですね、はい、あの方が言ってらっしゃる、はい、湯桁真理子さん、これランナーズプラスの方のコーチもしてらっしゃる、そうですね、330の会という会のコーチをしてらっしゃるんですけど、それが大好評だったので、うんうん、ぜひもう紙面でも、はい、掲載、ね、連載しようということで始めました。まあ、会員限定ではあるんですけれども、やっぱり少しね、開陳したいですね、これはね。そうですね、かなりもう、こう我ながらというか、今回だけでだいぶノウハウを記載してて、うん、あ、そう、まあ、読むとかなりの人が3時間切れるんじゃないかなっていう。え、3時間半は切れる、はいはい、基本的なメニューとかも載ってるので、これはちょっとその層って結構分厚いですからね、はい、3時間半を切りたいっていう方々、ぜひぜひ 今月号手に取っていただきたいですね。手に取っていただき、これじっくりね、読むことが大事でございます。私は湯桁五六というのが気になりますね。いや、もうやる気になりますね。途中にありますから、はい、読むだけでなんか言葉のビタミンみたいな感じで聞いてまいりますんでね、はい、叱られたい人たくさんいます。私もね、鉄板で叱られる質問あるんですよ。何ですか。あと何週ですかっていうあと何週ですかっていうと、もういいの、そういうことは。あ、それ言っちゃいけないんですね。言っちゃいけない、でも毎回言って怒られてきますみたいなでやっております。ということでですね、今月号もかなり分厚いですね。やっぱ本当女性に、的を絞ったというか、はい、バリバリの人もいれば、初心者もいれば、そしてママさんランナーなんかね。そうです、ママさん座談会というのが、これはね、やっぱり、身につまされる人というか、同じ悩みというかね、まあ、子宝に恵まれるというのはいいことなんですけれども、はい、一方でやっぱりランナーとしてね、なかなか時間が作れないだとか、そうですね、やっぱりどう両立していくかっていうのがありますよね。これは、見どころたくさんというか参考になりますね、人生のね、はい、一冊ぜひぜひ、手に取って、今日から、書店に並んでおります。さあ、これも含めましてですね、いろいろ今日もやっていきたいと思います。本日のランネットライブラインナップはこちらでございます。はい、先週ボストン週末、あ、先週というか今週月曜日か、あ、月曜でしたね。月曜ですよね。大変なニュースが飛び込んでまいりました。キプチョゲさんが敗れるという、はい、これは私想定してなかったんですけども、少しは予感がありました。私そうですね、なんかもしかしたら負けるかもな、その分析ちょっと聞きたいです、うん、そして我らが、ランネットライブの仲間であるユッキーさんが霞ヶ浦で優勝してたのね。そうなんです、まあ、私も走ったんですけど。ああ、ギョブさんもじゃん、はい、ギョブさん何位だった私4位です。4位だった、はい、あ、優勝だからこっち。そうですね、で、ヨーバさん4位でしょさらに、ランナーズの女性部員の斉藤さん、はい、斉藤さんが3位と。3位ですよ。すごいですね。このあたりちょっと見ていきたい。そして、今週末は長野マラソンが、号砲ということでございます、はい、さらに、先ほどランナーズ6月号の話をしましたが、その中で私が気になった特集、世界のスピード走というのがですね、気になりましたんで、ちょっとやってみましたよ。どういうことですかね。トライしてみましたんで、ね、はいはい、後ほど。さあ、ということでですね、まずはボストンの屈辱というか、これは、いや、正直ね、負けんのかこの人だと思ってたんですけれども、びっくりしました、ニュースを見て。私はそうですね、私結構 生で
展開を、はいはいはい、いろんな情報で言ってたんですけど、やっぱ遅れていくときはびっくりしましたね。なるほどね。あの若干予想っていうか嫌な予感はしてたものの、実際に遅れてくると、これは前回のボス、ね、あの前回次の、今週末のロンドンですよね。そうですね。とりあえずまずはあのキプチョゲさん破れるの、こっちの私のパソコンに踊っている、6位に破れる、はい、はい、6位という数字とキプチョゲとは合わないもんね。そうですね、なんかイメージと違いますね。イメージと違いますね。ワールドマラソンメジャースのボストンマラソン4月17日月曜日、今週の月曜日に行われました。世界記録2時間1分09秒を持ってオリンピック2連覇中のエリウド・キプチョゲが、おい、もう2時間9分ですからね。結構かかってますよね。かかってますね、とにかく30キロ過ぎまでキプチョゲはほぼ先頭でレースを進めたものの、ゲアイ、タンザニアのゲアイの仕掛けに反応できず先頭集団から遅れた。その後抜け出したチェベト、ケニア人、2時間5分54秒で連覇を達成。38歳になったキプチョゲは最後まで王者らしく、まあ、危険はしなかったということですね、はい、途中危険しずに走り抜いたということなんですけれども、これは乗馬分析ではなぜ負けたの？いろいろあると思うんですけど、やっぱり天候が冷たい雨だったらしいんですね、はい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 、でキプチョゲって前も2020年ロンドンマラソンで負けてるんですけど、その時も冷たい雨の天候で、結構言われてるのが冷たい雨が苦手なんじゃないかと。確かにこの記事にもキプチョゲがマラソンで敗れたのは2013年のベルリンの2位、2020年のロンドン、これかな、はい、ついで3回目だと。3回しか負けてねえのか、まあ、このしかも最初のベルリン初マラソンで優勝したのがキプサングっていう当時の超一流ランナーだったんで、はいはい、まあ、しょうがないかなっていう感じです、まあ、どんどん この時はキャリアアップしていった、はい、がもうとにかくもう世界の頂点に立ったキプチョゲがここで敗れたというのはちょっと衝撃的でしたね。何しろちょっとキプチョゲさんのマラソン戦績見てみましょうか。これここに出てたんですよ、13年のハンブルグで優勝で、先ほど言ってた ベルリンが、はい、2位と、その後も優勝で20年のロンドン、この時が雨、はい、8位か。この時はなんか片耳が聞こえなくなったみたいな、聞こえなくなるわけ、コメントを言ってました。相当な何かダメージあるんですね、彼の。そうですね、今回も体に不調があった。今回はなんか太ももが痛くなったみたいな記事をちょっと読みましたね。あ、そう。いやまあ、あの唯一あの絶対王者ですからね、うん、あそうなんだって言われるとそうなんですかと言うしかないんですけども、あとちょっと天候プラスボストン向きの走りしてなかったのかなっていうのを見て、最初ボストン下りなんですね、はいはいはい、でキプチョゲそこ14分17秒って5キロほぼ2時間ちょうどのペースで走ってるんですけど14分 14?17 です。 17?、はい、私2019年東京マラソンを走った時って、はい、結構雨だったんですけど、雨で下り走ると結構足ダメージ受けるんですよね。なんであのなんか多分筋肉が固まっちゃってるから、固まる、はい、ここの衝撃をうまく吸収できなくて、終わったらすごい筋肉痛になったんですよ。そうですか。だからキプチョゲもそういうのがあったのかな。なるほど。まあ業場さんぐらいだと共感できるのかもしれませんけれども、うん、あれ一般的ですかそれは。あの普通のランナーもやっぱり周りの方もその東京の後はかつてない筋肉痛だっていう方がすごく多かったです。じゃあその冷たい雨にちょっと気をつけた方がいいわけですね、はい、これで最初下りで飛ばしすぎるとやっぱ足にダメージがくるんじゃないですか、はい、なるほどなるほど。あのキプチョゲの敗因というのは参考になるかもしれませんね、我々もね。そうですね、気をつけないとね、はい、だから雨の時にあまり飛ばしすぎて、そうですね、ペース目指すといけないということでございました、はい、まあどう復活するんでしょ。あのこれでなんかずるずる負け込むとかっていうわけじゃないはないと思うんですけど、キプチョゲはあのワールドマラソンメジャーズ全部狙ってるんで、はい、秋もしかしたらニューヨークシティマラソンに行くかもしれないって、ボストンとこのニューヨークだけだっけ、はい、あと正式ないの。そうですね、あと2つですね。あ、なるほどね。これはちょっとで今回優勝した選手が、うん、去年ニューヨークシティも優勝してるんですよ。あ、はいはい、でまたそっち行ったら結構ハードル高いなと。あ、これはでもキプチョゲとしてはあのなんかね、あのその人に勝って挽回したよ、なんかね。そうですね、ニューヨークね、うん、はい、という世界の頂点のお話をした後に、続いてこの霞ヶ浦マラソン、
はい、これもこのキプチョゲさんの大会の前日ですね、日曜日に行われました。ね、ここで我らがユッキーコーチが、ユッキーコーチが、これクリックすると写真でかくなるのかな。どうだろう。うわあ、いやーすごいですね。大会新記録ですからね。大会新記録、何分でしたっけ。2時間39分。2時間39分。いやーそうですか。時々私の隣にも座ってくれたこの人がですね、やりますね。素晴らしいです。調子上げてるんですかね。あ、結構いい感じで走れたみたいな。走れた。毎月フルマラソン走ってるんですよね。じゃあそこがねすごいですね。うん、ね、あのじゃああの大阪だとか、はい、名古屋だとか。大阪国際女子、大阪、うん、名古屋かな。ああ、うん、そして三つ目で優勝と。はい。これはねなかなかこれからもちょっと期待したいですね。期待したいですね。ねえ、ゆきさんちょっとお呼びしましょうか。またね、お呼びしてですね、どんなだったかということなんですけど、なんとユッキーさんも私が来月出る、欧州岩手欧州きらめきマラソンに出るということなんで、あんまりでかいことは言えませんけど、なんかユッキーさんをかけたいなと。対決ですね。対決ですね。湯田さんも出ますからね。対決、大変な対決になります。はい、ということでですね、さらに、ユッキーさんおめでとうございます。おめでとうございます。はい、今週末は、ついに長野マラソンですよ。はい、はい、4月23日、あさってですね。長野マラソンは行保さん取材とか。これは取材で行く予定です。大会としては、まあ、とにかく大人気の大会ですけども、はい、どういう印象を持たれてます。そうですね、春ですけど、まあ、スタート時間早くとも結構記録狙いやすい大会なのかなっていう。はいはい、コースとかもそんなにあの厳しいコースではない。ある程度アップダウンはあったと思うんですけど、そこまで厳しくなかった印象ですね。はい、あ、なるほどね。ほぼ長野の、中心部を走る感じですか。はい、あ、本当だ。あんまり高低差ないですね。うん、ということで、あとはあれか、ちょっと、だいぶ暑くなってきましたんでね。はい、少し気温の方が気がかりですね。ただ調べるとちょっと変わったかもしれないんですけど、長野の日曜日の朝気温見たら3度とかって書いてあって、こんな寒いのって。そんな違うんだ。まあ、やっぱりね、あの夏場の、東京からね、あの合宿に行ったりしますもんね。はい、ということで、期待したいんですけども、どんな方々が出るかと。お、マイケル・ギザエさんが出ますね。誰が注目の人いますか、これ。この中でこの方々の中だと誰かに、西さんですかね、大阪ガス。西さん、この方しか筑波大学出身なので、もう面白い経歴なので頑張ってほしい。はい、ふるさと賞。あとは牛山さんも市役所の勤務の方なんですけど。あ、そうなの。はい、去年優勝してらっしゃるので。あら、ちょっと待って、業務さんより早いじゃない。そうです、しかも年上なんですよ。あらー、39歳、自己最高記録2時間14分。で、何、長野の人なの。はい、でディフェンディングチャンピオンですね。ああそうなんだ。はい、あ、これはなんか下手すると、あの招待選手よりも注目されるぐらいの。そうですね。ねえ、あの市役所の職員。はい、これ茅野市って言うんでしたっけ。公務員ランナーなんだ。はい、いやすごいな。西谷さんが出る。あとそうですね、今回あのママさんランナーズ段階で、あ、はいはい、3人とも走る予定ですね。そうなの。はい、ランナーズ最新6月号の対談をしているママさんが3人とも走る。はい、猫広島走る、島原さん、それと、あ、本当だ、木下さん、はい、あ、ここには出てないけど、あのもう一人の方ね、はい、真鍋さんですね。真鍋さんも、もう中学生は、応援ということですけども、あ、これなんか華やかですね。華やかですね。あ、はい、もしかしたら今シーズンの一番、まあ、大取りとまでは言わないけれども、これは注目したいですね。はい、あ、そう、すみません長野で1個お伝えしたいんですけど、はい、うん、ゴールであの筋トレ大好きランナーを募集してインタビューしているので、あら、筋トレ大好きな方ぜひ。あの手を挙げてね、はい、やってもらえれば、なんかムキムキの人が来るかもしれません。そうですね、それは筋肉取らせてもらって、はい、筋肉を取らせてもらえてってことで長野マラソンに出る筋トレ好きの方々、ぜひぜひあの編集部の取材に答えてやってください。
さあということでですね、来まして、私も先ほど言いましたね、5月の21日に、岩手奥州きらめきマラソン と、あの霞ヶ浦の優勝のユッキーさんと対決しますので、その前に、スピード走、このランナーズ6月号でやってるスピード走、世界のスピード走、はい、というのをですね、紙面を見ながら、体験してまいりました。どんな感じだったんでしょうか。こちらでございます。ラネットチャンネル編集長のカズボンマエです。2月の姫路城マラソンでなんとかサブ3復活を果たしまして、次なる5月21日の岩手奥州きらめきマラソンでは2時間15分切りを狙います。前回のサブ3挑戦で痛感したのはスピード走の大切さ、ついつい敬遠しがちなんですけれども、一体自分にはどんなトレーニングが合っているのか、ランナーズ最新6月号で紹介されている世界のスピード走をいくつか試してみます。それでは一番きつそうなやつからいってみましょう。オーストラリアのイゾベルコーチおすすめのウェイブテンポ、10キロレースのペースとマラソンのペースを交互に休みなく繰り返します。それではまずは10キロペース、3分55、キロ3分55ぐらいでいってみましょう。よーいスタート。ちょっとこの時暑かったんですよね。これは暑そうですね。いや、横浜は走ってた。あの時です。さあ、55秒想定。ちょっとペースが分からないね。なんか久々に速かったね。ペースが分からなくて。全然ペースが全然ペースが持ってません。ここからですね。いや、2時間55分4分どうか。さあ、2時間55分を通って、はい、通りないです。4分どうの足取りも、ね、よいしょ。頑張りましたよ。早いですね。頑張ったんですけど、ここへヘロヘロです。10キロでスペース3分55に戻します。はい、ここから3分55にまた上げます。そうだと思います。全然やめようかなと思ったんですけど、カメラ回しちゃいました。すごい、行きました。すごいですね。はい、頑張りました。コーチおすすめのウェーブテンポ、なんとか4本持ちました。タイムもクリアしたんですけども、いや失敗しましたね。まあ切れちゃったんでね、ちょっとどうくらい参考になるか分かりませんけども、最後の4分がもうバテバテヘロヘロの、もう4分半下手したら5分近くいるんじゃないかと思いましたけれども、なんとかこう引っ張れたというか、あ、この重さで4分なんだというのはちょっと発見でしたね。これが楽になってくれるとすごいいいんですけどね。続いてはケニアのラガトコーチのファルトレク、1分のハード走と1分のジョギングを繰り返します。同じ日にやりながらちょっといいのかなと思いますね。
ケニアのラガトコーチおすすめのファルトレック、距離ではなくね、1分間という時間の単位で切り替えていくというのは初めての体験で、どちらかというとね、距離で行くよりも心理的な負担は軽いかなという感じがいたしました。しかしながらね、やっぱり1分ずつでしょ。ジョギングの1分が短い、そしてハード走の1分が長い。続いてはニュージーランドマイケルコーチの昼トレーニング、坂道ダッシュです。3つ目ですから、はい、かなり鬼レンチャンでしたよ。10分いきましょう。なんかちょっと間違ってる感じしちゃうんですけど、全体像が私どこを見たいの。相当ハードですね。もっとゆっくりでも、あ、いい気がします。あ、本当、あ、うん、もう少しゆっくりでも。ということで、世界のコーチおすすめの3種類のスピード走をトライしてみました。一番きつかったのはやっぱりウェブテンポ、ペースも間違っちゃいましたし、一番気が楽だったというか不思議な感じがしたのが時間で区切るファルトレク、坂道ダッシュはもう足慣れた感じがしました。まあ、どれか一つというよりも、いろいろ組み合わせてね、飽きずにやり続けることが肝心なんじゃないかなという感じがいたしました。という意味ではですね、ランナーズ最新6月号にはまだまだたくさんの世界のコーチおすすめのスピード走が載ってますので、実際にね、試してみて実践してみて、自分に合ったトレーニングがどれなのか、どういう組み合わせがいいのか、とうとう考えて、取り入れてみるのも良いのではないでしょうか。そういうことで、私はですね、ちょうど1ヶ月後に迫りました岩手奥州きらめきマラソン、2時間55分切りに向けまして、さらに昇進いたします。とりあえず宣言することで自分を追い詰めるというパターンですけども、いや、あの、まず前提として3つ続けてやるもんじゃないのよ。あれだと結局どれがメインなのかよく分からなくなっちゃいますね。でもめちゃくちゃきつそうです。いやー、きつかったですね。でもね、まあ、やってみて、まあ、まずウェーブテンポはきつかった、はい、これでも、もしちゃんとペースをきちんとやれたとして何セットぐらいがいいですかね。私実はウェーブテンポ結構やってて、あ、そうなんだ。大体もう2週間に1回最低やってるんですけど、まあ、トレッドミルでやるんですけど、はいはいはい、3分3分で3セットやってますね。3分、ハード3分、ハード3分、マラソンペースより私の場合ちょっとやや遅くするんですけど、うん、マラソンペースよりやや遅くを3分を3セットやります。へー、3セット、じゃあ 3つずつ、3本ずつってことか。まあ、3分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 で計18分ですね。はいはいはい、やっぱり効きますか、これは。これマラソンに一番効くと思いますね、うん、で、やっぱりね、何がいいかっていうと、マラソンのペースに落とした時に、なんか感覚が違うんですよね。あの、なんつうんだろう、あ、これこんなもんなのみたいな感じというか、はい、今回ももう、あの、バテバテだったんで、あ、これ5分ぐらいかかってんじゃないかなと思ったら4分ちょうどぐらいだったから、そうですね、やっぱりその感覚を磨くというかね、逆に言うと それが楽になるといいですよね、はい、あの、速く走ったことによって、速さのハードさを実感した後にマラソンペースに落としたら、あ、これだったら結構いけるかなっていう、その感覚ですかね。そうですね。あと、これやっておくと、うん、あの、マラソンで途中でペースダウンしたことあるじゃないですか。はいはいはい。そうすると、なんか回復するようになるんですよね。一回ペースダウンすると回復して、もう一回ちょっとだけペース上げられるとか。ちょっと早く言ってよそれ。あ、そう。なので、まあ、あの、一般のこう方だとあんまないかもしれないですけど、うん、我々らと同じ集団で結構揺さぶりとかあったりして、あー、そのペース落ちることがあるんです。いやらしいですね。あ、なるほどね。そこでそうするとめちゃくちゃ楽になるんですよ。こういう練習やってるとペース落ちた時に、はいはい、ちょっと、あの、続けてみようかな、ウェーブ。これはすごい効果あると思うんですね。ウェーブテンポ初めて聞きましたけど、私なんかはね、うん、さらには、あの、
ファルトレクっていうのも、はい、なんつうんだろう、時間じゃなくて、ファルトレクはあの距離じゃなくて時間でやる、はい、いうもんなんだ。これ結構今 GPS ウォッチでセットできたりするので、1分1分って、はいはいはい、それを使うと面白いですね。ちゃんと知らせてくれるわけだ、はい、1分あったら。あ、なるほどな。これはね、でも精神的に、あ、まあ1分だか かもしれないですけど、若干楽な感じがしましたね。そうですね、気が楽な。多分あんまり今早いか遅いかって気にしなくていいんで、あ、やりやすいかなと思います。はいはいはい。まあこれも一回試してやってみると感覚がおやって思うかもしれませんので、そうですね、いいかもしれませんね。で、私もそうなんですけど、なんかこうやってもペース気にしちゃう人っているんですよ。こう、あ、これやっても、はいはいはい、うん、なるべくそれを時計見ないで、あ、じゃあ体のなんか、はい、体と対話しながら、はい、あ、なるほど。タイム気にしちゃうとなんかせっかく時間でやってるのに意味なくなっちゃうというか。あ、分かりました分かりました。これちょっといいこと聞いた。で、あ、まあ坂道ダッシュはね、僕も何回もやってましたけれども、まあどうですか、行場さん的には、やっぱりウェブ店舗。そうですね、一応この3種類全部結構やってるんですけど、あ、まあどれもやっぱ効果あるからやった方がいいかなと思います。ウェブ店舗じゃ今後やってみたいんですけども、さあこのランナーズ6月号にはですね、さらにまだ他にも、はい、このスピード走アイディアがね、はい、詰まってますので、より上級者向けのメニューとかも ありますね。あれより苦しいのあんの、はいはい。まあ、あと一つ言っとかなきゃいけないのは、3つ続けてやるなよと、はい、そうですね、1日というか1週間に1個ぐらいでいいかなと。で、集中してやると、うん、そのトレーニングの、一番いいところを吸収できるように。そうですね、ということですね、はい。ということで、私も本当にあと1ヶ月、ちょうど1ヶ月ですよ。5月21日です。本当ですね、はい。ぜひぜひこのトレーニングの成果をですね、生かしてみたいと思います。毎回ね、毎回というか前回ほらランナーズの峠走に、はいはい、早くしてもらいましたんで、今回じゃウェブ店舗かな。果たして1ヶ月で伸びるかどうか分かりませんけれども、2時間55分入り目指してみたいと思います。行場さんは次は。私は次は柴又でペースメーカーを、あ、100キロ、はい、あ、同じ日じゃん。同じ日です。あ、同じ日や。一番まだも世界記録出るかもしれませんからね。そうですね、そこのペースメーカーをする予定なので。ああ、じゃあそのままペースメーカーと言わずにそのまま世界記録で走り切ってください。その場合ってどうなるんですかね。え、いやいや、走ったことに間違いないんだから。公認されるのかな。公認されるだろう、そんなもの。はい、ということでですね、ますますちょっと5月も面白い大会が目白押し、はい、国立競技場でのですね、サブ4チャレンジもありますし、我々も力を入れてやっていきたいというふうに思います。それでは、今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。お会いいたしましょう。ごきげんよう。さよなら。